久保さんやっぱりそうですか90%は驚きですね <laughs> まあ確かにこのリレー結構激しいですもんね <laughs> ここ直近まあまあ激しくなってきてるって <laughs> そうでもねこの6 0 0キロ以上離れてるのにこんだけできるってすごいことですよねしかも久保さんねここね久保さんここの事務所ネット無料ですからね <laughs> ネット無料駐車場無料ですから多分ね僕ね この無料をね、久保さん人竜をめちゃめちゃ使いこなした人だと思うんですけど、多分ここのネット回線を一番使いこなしてるのは僕ですね。無料。<laughs> 商売道具無料ってやばないですかすごくないですか商売道具無料みたいな <laughs>。タイトル、商売道具が無料にしましょうか <laughs>。ほ本当ね、今、まあ、今あ、アパートとか探すとネット無料のところすごい増えてきてますし、 あのね、昔はその、ね、契約して回線契約またしないといけないとかあったと思うんですけど、もうついてるんですよね。しかもここって、もう w i f i もついてるんですよ。w i f i も飛んでるんですね。だけど僕はまあちょっと違う w i f i、あのー、かましてますけど、ただ別にそれかまさなくても電波飛んでるんですよね。コンセントに w i f i が入ってるんですよ。すすごいいなでかコンセントにもう w i f i が入ってて、でその入居するときにその w i f i のパスワードとかが書いてあって。 なんかすごいなと思いましたけどね。<laughs> うん。だからまあ、今って本当にその場所を選ばないし、うーん、ランニングコーストほとんどかからず発信ができて、で、距離関係ない、場所関係ない、で、まあ、最近情報発信したいっていう人もお問い合わせいただいたんですけど、マジどうでも情報発信できるんですよね。しかもコストかかんない。で、こんなビジネス、ないですよね。 なんか久保さんの変な一面にも価値があるし、ね、パンく、なんか久保さんなんかパンの動画アップしてましたね。なんかね、なんだっけな。パン食いましたみたいな、なんだっけな。なんかアップしてましたよね。あ、あの、木村のパン、チョコ、木村のパン、バナナクリームとかね、チョコレートロール、ね、<laughs> こ再生されてるんですよね。<laughs> 意外な一面ね。意外なのかな <laughs> ただ、ただパン食ってるだけなんですけどね。 いや、ほんとね、もう何でもいけますよね。まあ、まあ、ほとんどの人はいけないんですけど。うん。いやー、久保さんのチャンネルも僕結構ジャックしてますね。<laughs> 久保さんのチャンネルに僕がいますからね。なんか面白いですね。<laughs> なんかいつの間にか久保さんもやり始めてますからね。そう、これ言わなかったっすけど <laughs>。久保さんもなんか僕の,あのコンテンツをもう、 パクってるっていうね <laughs> どんどんパクリ合いですねこれねこれすごくないですかこのやり方、うん、このやり方すごいですねもう無限に作れますよね <laughs> <う>はいいってらっしゃい